皆さんこんにちは。 JNW へようこそ。2024年1月1日に発生した令和6年能登半島地震、北陸地方に甚大な被害をもたらしたこの震災に対して、5日には100を超える国、地域、団体、個人からメッセージや支援の申し出が寄せられました。その中でいち早く支援を表明してくれたのは台湾。台湾のレスキュー隊は地震が発生した1日の夜には出発準備を完了し、4日には台湾政府から6000万円の義援金を送るという発表がありました。これに対し上川外務大臣は5日の記者会見で、世界中から寄せられたメッセージや支援に対して日本政府からの感謝を述べるとともに、被災地の受け入れ体制を鑑み、人的物的支援は現時点では一律に受け入れていない状況であるが、現地などの負担を必要としない支援はありがたく受け入れさせていただくとし、台湾の義援金については関係機関で受け入れの調整を行っていると述べました。日本の有事に対して即行動し、いち早く支援体制を整えてくれた台湾。台湾では政府だけでなく一般市民からも令和6年能登半島地震に対して励ましや祈りの言葉、そして多額の義援金が寄せられ、その額はおよそ25億円になったと台湾当局から発表がありました。そこで今回はこの台湾全土から被災地に寄せられた多額の支援やメッセージについて、私スイがお届けしていきます。最後までどうぞよろしくお願いします。この動画が少しでも良かったなと感じていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。それでは行きましょう。台湾では令和6年能登半島地震の被災者を支援するための義援金を1月5日から19日の期間で実施。台湾市民の寄付は台湾全土の郵便局やコンビニを通じて行われました。そして人気アーティストたちもチャリティーコンサートを行い、台湾の人々からの義援金はわずか5日でおよそ12億円に達し、15日間で寄せられた義援金の総額はおよそ25億円になったと当局が発表。この台湾市民からの驚異的な支援に世界が驚愕しました。多額の寄付とともにネット上には台湾の人々から温かいメッセージが多数寄せられていますので、早速そんな声を見ていきましょう。日本がこんなに大変な時に台湾人が知らんぷりできるはずがないよ。私たちは兄弟国なんだから。921大地震が台湾で起こった時、日本はすぐに助けてくれたじゃないか。日本は台湾で大きな災害が起こるたびに支援の手を差し伸べてくれている。だから僕たちも今、日本に対してできることをしたいんだ。この寒さ厳しい季節に避難生活を送る人たちのことを思えば、寄付なんて全然大したことじゃないよ。一日も早く日常を取り戻すことができるように祈っている。台湾も日本と同じように地震が多いし、これまでも大きな地震に見舞われているから、地震の怖さ、その被害の大きさはよく理解できる。だからお互いに助け合うのは当然だよ。大好きな日本が困っているなら力になりたいと思うのは当然のことよ。だって私たちは家族みたいなものでしょ。私たちは日本に助けられた。この思いはいつも台湾人の心の中にある。私たちはいつも日本の力になりたいと思っていることを忘れないでほしい。みんな、日本へ行こう。経済の活性化は被災地支援につながる。寄付の次に僕たちができることは日本へ行くことだ。今まで台湾はどれだけ日本に助けられてきたことか。私たちはとても日本に感謝している。だからみんな、寄付したいと思うのは当然のことだわ。忍耐、冷静、勤勉、努力。これらは日本人のための言葉ではないかと思えるくらい、日本人は素晴らしい民族だ。僕はきっとすぐにその力を目にするだろう。ビビたるものだけど、そんな日本の力になることが嬉しいんだ。私たちは必ず日本の力になります。そのことを忘れないで。避難所で暮らす被災者の皆さん、寒さが厳しいこの季節、どうかお体に気をつけて。台湾人が日本のために寄付するなんて当たり前。取り立てて言うほどのことじゃないよ。他に僕たちができることはないかい？何でも言ってくれ。自由と民主主義を大切にする台湾と日本は同じ価値観を持つ良き友。友が困っているのに放っておくなんてできるものか。私たちは友を助けるためにできる限りのことをする。
そして友のために祈る。これは人として当然のことだよ。友人、兄弟、家族、こんな言葉が並んでいますが、どうして台湾はこれほどまでの親日国になったのでしょうか。台湾と日本の深い関わりは日清戦争から始まります。この戦争で勝利した日本は1895年清国と日清講和条約を結び、これによって台湾は日本に割譲され、1945年までの50年間台湾は日本が統治することとなりました。当時台湾は中国にとって毛害の地。毛害の地とは中華文明において文明の外の地方という意味。欧米諸国は搾取することを目的に植民地支配を行いましたが、日本は当時まだ未開の地であった台湾を近代化することに力を注ぎました。搾取を目的とする欧米諸国とは異なり、日本は台湾の近代化のためにインフラを整備し教育を行ったのです。今日の台湾は日本統治下の50年間に作られたということができるほど、日本は台湾のインフラ整備に尽力したのです。その一つが雨山島ダム。雨山島ダムは台南士官殿区にあるダムで、1925年の着工から10年の歳月をかけて完成し、当時は東洋一の規模を誇りました。このダムの建設を指揮したのが日本の水利技術者である八田余一氏。ダム完成後は台湾中部の荒野が台湾最大の穀倉地帯となりました。八田氏は学校の教科書に載るほど尊敬され、その功績は台湾の人々から称えられ感謝されており、ダムを見下ろす小高い丘の中腹には八田氏と夫人の銅像が建立され、喧嘩が絶えることはないそうです。農業を発展させるためには水が必要なように、工業を発展させるためには電気が必要です。台湾で本格的な発電事業を最初に行ったのは台北電気株式会社を設立した土倉隆二郎氏。土倉氏は台湾北部を流れる淡水河の支流南西渓を利用した水力発電所を建設し、台湾で電力供給を開始しました。この他にも日本統治時代、鉄道事業では台湾南北を縦貫する縦貫線を開通させ、鉄道の駅を中心に放射線状のバス路線を整備。港湾に関しては、基隆港や高雄港が築港され、大型船舶と鉄道連絡が可能な近代的な港湾整備が行われました。また、台湾の識字率が 98% 以上と高いのは、日本統治時代に日本が台湾の教育に力を注ぎ、多くの学校を建設したことによると言われています。このように日本は台湾統治時代、治水、発電、鉄道、健康などのインフラ整備を行い、学校を建設して教育にも力を注いだのですが、多くの台湾人は日本が統治したこの50年間が台湾の近代化を促したと好意的に捉えているので、親日化が多くなっているのです。しかし、日本の統治時代を直接的には知らない若者たちにも親日化は多いそうです。日台交流協会が行った2021年度台湾における対日世論調査では、日本が最も好きと答えた人は回答者のおよそ 60%。 これを年代別に見てみると、30代がおよそ 70% で、40代、20代が後に続きます。この世代の祖父母は日本の統治時代を経験した世代。この世代は日本による統治を良かったと思っている人が多いので、祖父母を通して日本に対し好印象を持ったこの世代が、日本の漫画やアニメといったポップカルチャーのファンになり、20代から30代の若者に日本が一番好きという人が多くなっているのだとか。台湾の若者たちは歴史教育においても、日本統治時代を偏った考えに基づいて学んでいないので、反日感情が芽生えがたく、また中国の脅威にさらされ反中感情が強いことも若者たちが親日化になる要因だと考えられています。ところで、先ほどのコメントの中には助けられたという言葉もよく見受けられましたね。台湾はユーラシアプレートとフィリピン海プレートの接合部分に位置しているため、日本と同じように地震大国。統治時代を経て日本とつながりが深い台湾で、2018年に起きた花蓮地震では日本だけが救援隊を派遣しています。
花蓮地震の発生を知った日本人からは台湾を心配する声や励ます声が発信され、台湾の人々からは感謝や感動を伝える声が上がりました。今度はそんな声をご紹介したいと思います。日本の皆さん、こんなに私たちのことを心配してくれてありがとう。感謝の気持ちでいっぱいです。困った時にさっと手を差し伸べてくれるのが本当の友人。日本は台湾の本当の友人です。本当にありがとう。日本から私たちに寄せられるコメントを見たり聞いたりするたびに感動の涙が溢れてくる。日本のおかげで心が温かくなったよ。日本は本当に優しくて素晴らしい隣人だ。日本人がこんなに私たちを愛してくれているなんて思いもしなかった。私たちも日本が大好きです。日本人のコメントが涙で読めない。言葉にできないほど感動しているよ。対日友好、私たちの友好関係は深く、そして揺るぎない。日本の皆さんのコメントは私たちの心に響きました。日本の皆さんがこんなに私たちのことを気にかけてくれていると思うと頑張ろうと思います。日本人は本当に情に熱い。地震は昨日発生したばかりなのに、日本からこんなにたくさんのメッセージが発信されるなんて信じられない。本当にありがとう。ありがとう日本。このご恩は絶対に忘れません。このように台湾の人々からは日本に感謝する声が上がっていますが、日本は台湾を助けてばかりではありません。日本も台湾からの温かい支援を何度も受けているのです。2011年3月に発生した東日本大震災では、台湾から200億円の義援金が届けられたほか、仏教系の慈善団体の日本支部の方々が炊き出しを行い、数十トンと言われる支援物資を届け、現地の役所と協力をして被災者に対し独自に現金を直接配布。この団体の救援活動に被災者たちは忘れられないくらい感動し、感謝したと述べています。そして台湾政府交通部観光局は、岩手、宮城、福島の被災者1000人を無料で2週間招待するという台湾希望の旅を2011年5月から実施。復興が本格的に始まった際には、真っ先に旅行客を乗せて直行便を東北に飛ばしたのも台湾でした。東日本大震災では台湾政府や一般の人々から多くの支援を受けた日本ですが、その12年前に台湾で発生し震度7を記録した台湾921大震災では、阪神淡路大震災の教訓を生かした救助活動を展開。台湾はこれまで震度7のような強い地震を経験したことがなく、政府も適切な対応ができていませんでした。そこに到着した日本の救援隊は大きな戦力になったそうです。地震が発生したのは1999年9月21日午前1時47分でしたが、日本の国際救援隊1名が状況把握と本格的な救援隊を迎える準備のため、同日16時20分に台北に到着しています。その後到着した日本の救援隊は143人と、他国の救援隊の中では最も隊員数が多かったということです。またこの震災には世界の赤十字から義援金が届けられましたが、そのおよそ 80% は日本の赤十字から届けられた義援金だったそうです。その後2016年に台湾南部の高雄市で発生した震度7の台湾南部地震でも、日本は当日のうちに調査チームを派遣。日本政府は100万ドルを支援し、援助物資の緊急支援も行いましたが、自治体や一般の人々からも多くの支援が寄せられました。そして2018年に発生した熊本地震では、馬英九政権が1000万円を日本に送ると発表しましたが、台湾国民からそれでは少なすぎると批判されたそうで、最終的には6400万円が日本に送られました。このように日本と台湾は大きな災害が発生するたびに助け合ってきたのですが、この日本と台湾の関係を助けてもらった恩があるから恩を返しているだけと捉える人もいます。確かにあの時助けてもらったからという思いは日本にも台湾にもあるでしょう。しかし助けてもらったことがあるから恩を返しているだけという考え方は、助けてあげたんだから恩返ししてもらうのは当たり前という考えの裏返し。
そのようなドライな考え方では、ご紹介してきたような温かさ、感激、感謝の気持ちが溢れるようなコメントは寄せられません。温かさ、感激、感謝の気持ちが溢れているようなコメントは、相手の立場になって考え、相手のことを思いやり、相手に対して心からありがたいと思った時に発せられるものです。そしてそんな人々の気持ちが形となって現れたのが、令和6年能登半島地震に台湾の人々から寄せられた多額の義援金なんですね。そんな台湾の人々に対し、心からの感謝の気持ちが日本からのコメントとしてこれから寄せられていくのでしょう。いかがでしたか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。